天羽裕子は、日本の物理学者、山形大学理学部物質生命科学科准教授、ラマン産卵の研究者、Japan Skeptics会員、疑似科学ビジネス批判でも知られる、と、学会会員、偽科学フォーラム実行委員、暗黒通信団訴訟担当、疑似科学に関連してサイト、水商売ウォッチングなどで、水に科学的な根拠のない加工を行った商品を販売している業者等を批判している。バズフィードの石戸悟は、水にまつわる偽科学研究の第一人者、山形大学の天羽裕子准教授が運営する、水商売ウォッチングは、必見のサイトだと評している。天羽裕子は、2008年1月に、水は変わるの紙媒体とウェブ版でなされた自身への名誉毀損を理由に、水は変わるを主催する吉岡英介を提訴し、第一審の判決は、被告の敗訴で、吉岡の言論の多くは、適法と死刑日な名誉毀損を認定し、被告は控訴しなかった。判決は、天羽によるサイトの記載が、企業の販売活動が事実上妨害されていたということについては真実であると推認することができるということも認めた。商売のために偽科学を広めるなという動機が天羽にあったと裁判所は認定したが、吉岡によれば裁判所によって引用された部分は提出資料にのみ確認できる記載であり、捏造資料であった。これは一連の裁判であり、最初に磁気処理水について水は変わるとする吉岡と、変わらないとする天羽の相対する意見があった。お茶の水大学のサイト内に天羽による抽象表現があったことから、最初に2007年に吉岡がお茶の水大学を訴訟するが、これがもつれて天羽が吉岡やお茶の水女子大学、山形大学を訴訟したことの一部の判決である。有用微生物群は議論となることがある。天羽裕子は、環境教育の教材としての EM は偽科学であり、教育で使うには不適切であることは明らかである。大人が EM を使うことを自らの判断で行うのであればそれは自由だが、教材を自分で選ぶことができない児童や生徒に使用させるのは大変良くないこととして、2015年の夏頃からchange.org という署名募集サイトで小中学校におけるEM の利用を止めてほしいという署名活動を行った。天羽は、この署名活動によって、EM による環境浄化は、面倒な文献調査をしなくても、文部科学省の通知で注意喚起されている教材に当てはまるという判断がしやすくなったと考えると述べている。ありがとうございます。